今日はチーズハムカツを作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチーズハムカツを作りたいと思います。ということで今回はですね、お弁当のおかずの定番チーズハムカツを作っていくんですけれども、このねチーズハムカツを揚げるときにチーズが飛び出にくくなる方法をご紹介していきます。さらにですね、よりジューシーなチーズハムカツに仕上げていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ロースハム、生ハム、スライスチーズ、薄力粉、卵、お水、パン粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回はですね、こちら生ハムも使います。でこれね、なんで使うかっていうのは後でご説明していきたいと思います。そしてあとはですね、こちらとろけないタイプのスライスチーズです。これを使っていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめにチーズの準備をしていきます。まずね、チーズはこのままね袋の上から切ります。でそしたらこれをね剥がします。で今回ねちっちゃいサイズなので、これをねだいたい三つ折りぐらいにしてください。そうするとねちょうどいいサイズになると思います。こんな感じで今回6つ作っていくので6個作りましょう。はい、このように6個作ってください。そしたらハムを2枚重ねにした状態で分けてください。まずねハムの上半分ぐらいにチーズを乗せます。そしてパタッと2つ折りにします。このままだと口が開きやすくなってしまいます。でここで活躍するのが先ほどご紹介した生ハムですね。この生ハムで口を閉じます。なのでこんな感じでねかぶせて持ち上げて、であとはくるっと反対側に持ってきます。でこんな感じで口を閉じてください。このようにしていただくとチーズが飛び出にくくなります。ではね同じように包んでいきます。もしねまだお子様で生ハムが食べれない場合は、しゃぶしゃぶ用の薄いお肉を使っていただいても OK です。ではね同じように包んでいきます。はい、こんな感じでハムの口をね閉じるように生ハムで覆ってください。はい、それでは続いてバッター液を作っていきます。でバッター液はですね、とんかつ作ったりとか、あとはフライを作った時に衣として使う液なんですけれども、ハムみたいなちょっとねツルツルした素材の場合はパン粉がとてもつきにくくなります。なのでこういったバッター液を使っていただくとしっかりパン粉もつけることができます。ではね作っていきます。ボウルに卵、そしてお水、あとは薄力粉を加えます。これを混ぜましょう。ここにカレーパウダーを入れたりとか、あとは青のり入れたりとかしてもね、ちょっと味付けしていただいても美味しいかなと思います。はい、これで OK です。このぐらいねとろみがついた液になります。こんな感じです。これでバッター液の完成です。では衣をつけていきます。まずこちらのハムをバッター液にしっかりとつけます。閉じ口の周りにもねしっかりとねバッター液をつけてください。余分なねバッター液は落として、でパン粉の上に乗せます。であとはねパン粉をしっかりまぶしましょう。で手でねキュッキュッキュッと押さえてパン粉をつけてください。でそうするとね、さっきつけてたバッター液が上にピョンと出てきます。少しだけね。でそれをですねこうやって押さえつけます。でそうすることでしっかりね口を閉じることができます。この口の部分がねかなり強化されたの分かりますかね。はい、このように衣をつけていただくとさらにチーズが飛び出にくくなります。それではね残りも同じようにパン粉をまぶしていきます。はい、こんな感じで衣をつけました。このように口の部分にしっかりとねパン粉をつけるようにしてください。それでは今から油で揚げていきます。それではフライパンで揚げていきます。まずですねフライパンの底から1センチぐらいの油を注ぎます。でそしたら火にかけます。今回は180度の温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にすぐね菜箸の先からプクプクプクと泡が出るぐらいです。それではしっかりね衣をついてることを確認して、やけどしないように油の中に入れていきます。
はい、高温で一気にね揚げていきましょう。そうすることでねチーズも飛び出にくくなります。で、揚げてる最中はねあんまり動かさないようにしましょう。それもチーズが飛び出てくる原因になってしまいます。で、1分ぐらいしたら裏返しましょう。で、表面がねいい揚げ色になるまで揚げていきましょう。いい感じのね揚げ色になったので取り出します。はい、こんな感じで揚げ終わりました。中からもチーズが飛び出ることなく綺麗に揚げることができました。それではね半分に切りたいと思います。はい、こんな感じで中のチーズもトロットロにとろけてます。はい、これでチーズハムカツの完成です。こんな感じに仕上がりました。中のチーズはこんな感じでとろっととろけて美味しそうに仕上がってます。今回ねハムを2枚重ねにしてるのでボリューム満点なチーズハムカツに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではかぶりつきでいただきます。もう安定の美味しさですね。美味しい。中のチーズもとろけてて、ハムもね2枚重ねにしてるのですっごく食べ応えがあります。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回もチーズハムカツのポイントです。まずですねチーズなんですけれども、今回はとろけないタイプのスライスチーズを使ってます。とろけるタイプだと熱でね結構ドロドロになってしまいます。なので溶けないタイプのスライスチーズがおすすめです。そしてハムなんですけれども、今回は2枚重ねにして使いました。そうすることで食べ応えがあってとても美味しく仕上がります。そして包む時のポイントです。今回はですねハムを2つ折りにして中にチーズを包みました。で、2つ折りにするとね口がどうしても開きやすくなってしまいます。なので口の部分を生ハムで覆いました。そうすることで揚げてる時にチーズが飛び出るのを防ぐことができます。生ハムが食べれないという場合もあると思いますので、その場合はしゃぶしゃぶ用の薄い豚肉を使ってみてください。そして衣をつける時のポイントなんですけれども、今回はバッター液というものを使いました。特にハムは表面がつるっとしているので衣がつきにくくなります。なんですけれども、このバッター液を使っていただくと衣がしっかりついて、かつ口の部分にもね衣をしっかりとつけることができるので、揚げてる時にチーズが飛び出にくくなるのと、あとは衣がしっかりついてサクッとした仕上がりになります。パン粉をつけた後なんですけれども、口の部分をね指で押さえてください。そうするとねバッター液が出てきます。で、そのバッター液をまたねパン粉に押し付けていただくと、口の周りのパン粉が頑丈になるので、ぜひねこちらもやってみてください。今回はねお弁当用ということで作ったんですけれども、普通にねご飯のおかずでも楽しんでいただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチーズハムカツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。